何だったっけ、そうキティちゃんと写真撮れるよみたいなのがあるんですけど、そこで、ね、キティちゃんと撮ったんですけど、キティちゃんマジで神対応すぎてびっくりしました。本当にキティちゃん本当にファンサ神でした。なんか私キティちゃんの本当にハンギョドン好きなんですけど、本当に推し編しようかと思った。キティちゃんのポーチみたいなのを下げていったんですね。でそしてキティちゃんに会うじゃないですか。でキティちゃんってなったら何も言ってないのに、あそのポーチかわいいみたいな、気づいてくれて、え気づいてくれた、えありがとうキティちゃんってなって、でキティちゃんキティちゃんってなってでキティちゃんパスインポーズしてほしいって言ったらしてくれて、そうすごい可愛い、写真あるんです。え写真がない、なんで見て開けたらなかった、そんなことある、えちょっと待って、え写真ないの、えちょっと待って、ええ写真がないんだけど、ええなんで、私のキティちゃんはねえ、えちょっと待って、え結構緊急事態なんですけど、え私のキティちゃん、えちょっと待ってください、ええちょっと待って、キティちゃんがない、キティちゃんと写真撮ったのがない、えなんで、え本当結構だいぶ悲しい、えちょっと待って、みんなに見せるぞワクワクってここに置いてたんですけど、ええ待って、本当にそんなことある、えどっかで落とした、いやバリはずいよ、えちょっと待って、え待って本当に悲しいんだけど、どうしよう、ちょっと待って、このね、間とかに入ってるんですよ、大体。なーい。嘘でしょ。え？ちょっと待って。なんでないんですか？だいぶ悲しいんですけど。え、マジで泣きそう。しか出ない。もう待って悲しすぎる。悲しすぎる。あお好み焼きいいな。めっちゃ悲しい。
え、道端で落としたかな。でも昨日まであったんですよ、きっと私の読み間違いじゃなければ。夢だったのかな。夢？夢かな。夢？ちょっと待ってマジ。え？え？で、昨日飾ってたんですけど、そこに。あ、明日配信で見せようと思って、ここ横にね、あ、あるあると思って置いてったんですけど、え、クマタマくれてる、キューちゃんさんありがとうございます。クマ、クマで元気出せます、ありがとう、ありがくまたわ。悲しい。えー、でも絶対ある、でも絶対あるの本当に。え、嘘やん。えー、絶対あるよ、みんなに見せようと思ったのに。キティちゃんがね、こうかすみんぽでしてくれたの。えー、悲しすぎるんですけど。え、本当にびっくり、誰かに取られたかな。え、怖い怖い、本当に怖い、てか自分が怖い。えー、マジ悲しすぎる、悲しい、悲しいところじゃないです、普通になんか狐につままれた気分です。もう絶対ある、もう後で探してきます。で、探して今度配信するときに見せよう。もうそれでいいや、だって絶対にこの中にあるんだもん、きっとある、信じてるよ私は。えっ、ー、ねえ本当にない、えっ、ー、もうやだやだ、本当にやだ、本当にやだ、本当にやだ。え、なんでそういうことするの、意地悪じゃん。まあいいです、これはもうもう諦めます、これは。はい、まあ、今度いつか見せますね。ごめんなさい、なんかみんなをね巻き込んじゃうようなことしちゃって。あ、教科書、マジ結構だいぶ悲しい。まあいいや、まあいい、そうそう、まあ、こういう時もある。また撮ればいいし、またキティちゃんに会いに行けばいい。キティちゃん好きだし、キティちゃんのこと推してるし、別に。ありがとうみんな。ああ、よく、それ言われました。リカーで夢でパスミー、キスミーに投票したから入賞したカスミーに歌ってもらえた。それ、あ、それ言われました。なんかいろんな人に。ありがとうございます。え、今日ゴミ出した？いや、今日ゴミ出しの日なんですけど。うん。どっかに落ちてる。きっと、きっとある。信じてる、きっとあるんだよ、絶対にあるんだ。
ティちゃん。悲しすぎないか。まあいいや、切り替え切り替え、みんな切り替えていきましょう。皆さん切り替えましょう。もうはい、そうで、まあ全然もう切り替えなくていいですか。もうそうなのよね。次の配信で皆さんにおすすめします、あお見せします。もう切り替えました、皆さん切り替えて、皆さん切り替えて、本当にいやみんなが切り替えてくれないと私切り替えれないから。そうそうだよね、探せばあるよ、絶対あるでね、信じてる。責任転換された。いや結構まだ未練ある、まだ全然もうなんか全然探したいもん、みんなが見てるうちに。まあでもニーコさんがっつりケロケロ探してますやん。バレてる、バレてた。もういいです、だから後でちゃんと探すから、もうそれは本当に大丈夫、全然大丈夫。なんかそう、もう話変えましょう、もうもうなんかなかったことにしましょう。なんか別に見せてもよかったな、いや見せてもいいよぐらいだったから全然、うん、全然いいし、そんな別に気にしてないし、うん、あと絶対あるし、この部屋の中に絶対あるから全然大丈夫、全然普通に、なんかみんななんか気にしてるみたいな感じですけど全然気にしないんで大丈夫です。はい、まあそのうん大丈夫です、本当に大丈夫です、全然気にしないですよ、もう全然大丈夫です本当に。あ、ありがとうございます。先生さん、転んだ時の足の傷は治ったかな。治ってないです。治ってない、もう本当にね最近転ぶことも多くて、なんかこの前サンリオに行った帰りももう足からね崩れ落ちちゃって、階段でね下ってたらね、なんか転んで、なんか逆 T 字みたいな、逆 T 字みたいなのが足首にねできちゃって、なんかこんな感じの傷が、なんか足のなんか付け根じゃない、足首のところにできて、すごい恥ずかしかったです。なんか紋章みたいで、本当になんかの紋章かな
ってぐらいの本当綺麗な T 字で、すごい痛かったです。いろんな人に見られました。大野さん、フェス楽しみのね。確かに9月14日17日ぜひぜひファンミュージックフェス、あの皆さん来てくれたら嬉しいです。ファングミュージックフェスか、ね、もうどの曲するかセットリスト決まってるんですけど、あの皆さんが湧くようなあのセットリストになってるし、まあ、今回もね新しい曲ばっかりなので、ぜひぜひ来てください。心配いらないです。あのキティちゃんは絶対に見つかるんで、全然もう、あ、それとあのキティの T やな、確かにキティの T か、呪いなのかな、これはもしかしたらね、キティちゃんの呪いかもしれません。はい、かすみ願ってね、当選をって願いますよ。私は達平さん、僕も昔転びすぎて気づいたらめっちゃ体幹がついててつまずいても転ばなくなった、そんなことあります、すごい、転びすぎたら体幹つくね。私ももう体幹できてもいいぐらい転んでるんです。なんか傷にもなってるし、ほんと痛いんだよ、青タンになってる。そうそう、 ST48 も出ます。そうなんですよ、多分今かくれんぼしてるんよ。確かにね、みんな多分恥ずかしがり屋だから、多分この配信終わったら絶対出てくるよね。あ、そう、私厄年だ、やっぱり最近ついてないと思った。しかも私方位よけ、方位じゃない、私方位も悪いんですよ。え、絶対それじゃん。でも私ちゃんと お祈りしてもらったけど、え、ちょっと待って、翻訳だ、だからだ、だから最近なんかついてないなって思うこと多くて、なんか転んだりとか、もうそうやってね、キティちゃんとか風邪ひいたりとか、だからだ。パリだ、私方位もダメなんですよ。方位はいいか、私八方塞がりだった気がする。ほら、八方塞がりだし翻訳なんですよ今年、だからですわ。でもちゃんとお話ししてもらいましたけどね。もう一回行きますか。最近やっぱ神社に行ってなくて、忙しくて、個人的にね忙しいってのもあって全然神社行けてなくて、やっぱ怒ってるのかもしれないですね。ちょっと明日行きますかね。明日行ってきます。そう、ニッシーさん、テンション上げるためいいです、エリーの好きなところ言い合う。ちょっとあ、ちょっとテンション上げるためにちょっと全然感じないと思われるかもしれないんですけど、あの皆さんもう一回リクアワの
YouTube 昨日の配信された YouTube 見てほしくて、私の順番が回ってきた時にカメラがこう移動するんですよ、エリーさんの方向に。いやこれ匂わせですかみたいな、仕組んでますみたいな。え本当にもう一回、絶対でも私の時だけだと思うんですよ。私の時だけなんかねタイミングよくエリーさんの方にカメラが動いて、ちょっと仕組まれてるみたいな、めっちゃ嬉しかったです。はい、テンション上がりました。ニーコさん占いとかよく見るタイプ？結構信じちゃうタイプです。しもちゃんさん、役ならワイが引き取ります。ありがとうございます。ぜひぜひとか言えないですけど、ありがとう、気持ちだけでも嬉しいです。確かに幸平さん、ついてないことがあったら同じ分いいこともあるよ。確かにそうですね。なんか網みたいな、何ですか、綱みたいな、そういうことですよね。バンジー飛ぼう、エイチャさん、飛びたい。でもめっちゃ怖い。そうバンジー、私絶対、でも私ね、あのなんか占いしてもらうときに写真くださいみたいな言われたんですけど、めっちゃ御朱印帳2個持った写真送っちゃって、絶対運悪くないんですよみたいな、本当にこうニコニコ笑顔でっていう御朱印をね2個持ったあの写真送っちゃって、うん、絶対運いいですよみたいな写真送っちゃったんで。翻訳の年2回も車ぶつけられた、やだーやだー怖い、そんなこと言わないで。怖い、確かに。ドーンさん、 AKB に受かっているっていうでかい出来事あってかい、確かに、確かに。でもそれに比べたら全然ね、キティちゃんの亡くなるとか転ぶとか全然いいっすよ。確かに、ウサ神宮、神田明神、実は神田明神行ったんですよ、この前。だいぶ前っていうか、お祭りの時だったんですけど、行ったんですよ、実は。結構最近行ってるな。よく考えたら行ってました。ちょっと本当に見てほしい。なっちゃん、それは若干思った。ですよね。ですよね。じゃ本当にみんなお願い、もう一回見てほしい。みんなお願いします。面倒いオタだわ、藤木さん。そんなこと言わないでください。いやでもなんかそういうの。そういうのだけでも嬉しいですよね。別に勘違いしたっていいじゃないですか。勘違いしたもん勝ちみたいなとこあるんで。帽子さん、うんってきてる。くにちゃんさん、こんばんは、こんばんは。確かに。ゆうたさん、10月握手会して役は引き継ぎます。お願いします。と、悪いパワー。そんなこと言ったら握手会来ないから。もうそれは皆さんの悪いものを全部私がね、あの握手で引き取るのは、それは全然大丈夫です。悲しい。だよね。吉本さん、公園行く前に時間あると神田明神にお参りに行く。そうなんや。気休めにビンゴ抽選が前よりいい。すごい。ぜひぜひ皆さん神田明神行ってみてください。役受け取り会で、それ握手会誰も来なくなっちゃうから、やめてやめて。エリーちゃんの話になると確かに早口になりますな。そうですか。全然そんな意識っていうかしてないんですけど、
でもなんか言いたいことが溢れちゃうって感じですね。たっちゃんさんこんばんは。こんばんは。就活地さっきまでご飯食べながら配信見てたんだけど、母親この子誰ってかなって何回も聞いてきた。工藤かすみです。エキビポテト18期生で頑張ってます。応援よろしくお願いします。ぜひあのお母さんも10月の握手会とかフェスとかもちろん公演に来てくださると嬉しいです。応援待ってます。みんな受け取りたいの私の役。嘘でしょ。キティちゃんのおかげで16分のタイムラグが治った。ありがとうキティちゃん。キティちゃんありがとう。キティちゃんありがとう。藤木さん無意識ならなおさらお態度高いわ。ですかね。まあでも結構っていうかだいぶ好きかなっていうのがありますね。はい。あ、想像するだけでなんかちょっとにやけちゃうみたいな。神田明神は昔の推しが大怪我した時に絵馬描いて祈願してたな。優しい。ぜひぜひあの翻訳なんで私もお願いできたらなって。そうですよ。な今なんか言おうとしたんだけど忘れた。まあいいや。あーそうなんや。就活宣伝だ。ヤジオ関東さんはじめまして、こんばんは。さやかちゃんめちゃくちゃアイドル、アイドルキュキュキュな。なっちゃん母親イベント呼んでるのにやけた。カトリンさんカスミ握手券応募するから元気出して。ありがとう、元気出ました。みんなのそういう一言一言のおかげでいつも元気です。ありがとう。いや翻訳ですね。クライフさん、サチヒさん柱の会のポイント7700ポイントあったからどの曲に入れようか迷う。どのなんかそのなんだっけ、でも自分が好きな曲をしたらいいと思う。市川真美さんのツイッターがの投稿で回ってきたんですけど、この言葉素敵だなと思って、何でしたっけ、ちょっと待ってね。好きな曲にファンの方が投票して、それをたまたま推しメンが歌ってくれて、そこで初めて運命になると思うんだって書いてて、確かにそうじゃないですか。そう、自分が好きな曲を自由にねを投票して、それをたまたまね推しメンが歌ってくれたら、まあ、運命もうそのままなんですけど、本当にそうだなと思って。なのでね、自分がその推しメンがこうこれ選んでるからとかじゃなくて、自分が、まあ、好きな曲選んだらいいなって思いますね。はい。なんかねそっちの方が運命感じる。あ、そうてかさ、そう、あ、これ言おうとしたの、あのさ成人式あるじゃないですか、神田明神で。そしたら05多くないですか。18期だけか、すごい多いなと思って、最強の05世代になるんじゃないかなって思ってます。それが言いたかった。
0506か。ねえ、ね、カズさん、だから自分の好きな曲を投票します。めっちゃいいと思います。ハルさん伝えときますね。じゃあダンツキさん、ダンツキさん、偶然はいつだって用意されたシナリオやからね。そうですね、そうですね。ビンゴあるかな。ビンゴとかでもね、ビンゴになるってなったら研究生がやってるからなるんですかね。それだといつもの公演で面白くないですよね。あ、ひなのがいる。そう、枝豆来てるよ。ひなちゃん似合ってるって言われました。シュウさん、素直に思い出の曲と好きな曲に入れました。そしたらカスミンと被りました。それは運命ですね。それは運命です。え、ゼロボーの青年式熱すぎんってきてます。確かに、え、ってか思います。私も就活に母が60歳でもいいでしょうかって言ってきてにやけました。全然別に恋愛に年齢なんて関係ないじゃないですか。だから何歳でも大丈夫です。え、若浜さん05って18期の他にいるの。ごめんなさい、18期がいませんでした。帽子さん、可愛い顔に似合ってる枝豆のシャツ、ひなちゃんがね選んでくれました。かつみさん、久しぶりに秋葉原行きたくなった。ぜひぜひ秋葉原来てください。 AKB48 劇場で待ってますので。私は、お、愛知のいちごさん、ようやく10月29日日曜日初めまして行きます。え、かわいい服で待ってます。来てね。ひなちゃん、ヤッホーって来てるよみんな。あ、そうなんだ。全然お疲れ。なんで恋愛の話になるの。ごめんごめん。ニッシーさん、かすみにあざと。そんなことないよ、そんなことない。ゆいちゃん、ピューロランド行くときかすみと同じ価格でなあちゃんと撮りたいからツイッターでまた載せてほしい。わかりました。いっぱいね、まだ出してないのあるから、あ、全身写真とかもねいっぱい出しますね。超絶可愛いなのって書いてます。カツリンさん、クリスマス幕張で待っててね。約束ですね。待ってます。いや、私あざと女王じゃないよ。え、ロスおじさんさん、研究生公演今度申し込んでみようかな。え、ぜひぜひ、もう申し込んでみてくださいね。すごい本当に楽しいと思うので、なんだろう、やっぱ先輩方とはまた違ったフレッシュさとか絶対あると思うので、ぜひ来てください。はるさん、ひなちゃん、よか連続配信お疲れ様でしたって書いてる。見てるかな、まだ。かつさ、7月29日フリーに行こうかな。7月29?あ、7月29ぶりに行こうかなってことですか。ごめんなさい。7月29ってもう8月だけどなって思ったんですけど。ぜひぜひ、来てくれたら嬉しいです。みんなのこと待ってます。8月は、25は私出るんですけど、26、27は出ないんで、はい。それでもね、なんだろう、今混合でやってたり、単独でやってたりするので、
ね、なんかそれぞれ違った良さみたいなのもあると思うし、私は早く17期生さんとやってみたいなって思います。ぜひぜひ皆さん研究生公演待ってます。キンニャンさん遊びに来たよ、ありがとうございます。金曜楽しみですね、金曜会えること楽しみにしてます。トモさん17期と18期の公演に行ったら17期の推しに18期の推しがバレた。そういうこともよくあるあるですね、怒られちゃいますねそれは。握手会か、ごめんなさい、早くかすみと話したいなって書いてます。あやん話しましょう。でも18期公演なかなか当たらない、しゅんさん、じゅんさんね、当たらないってよく聞きますけど、でもね絶対当たると思うんで、いつかその時はぜひ赤緑のねライト振って待ってます。当たること願ってますよ本当に、みんなが。25外れて泣いてる、うん、ちなみに7月29日は僕の誕生日でしたか、誕生日でした、関係ないですがおめでとうございます。あ、先生さん、かすみ9月1日の超展開地波動会デイ5もデイ5もう当選しました。前も来てくれてありがとうございます、嬉しい。あのね、アクスタ出てるんですよ、波動の。そうそう、これこれ、これぜひね、あの皆さん買ってください。買ってくださいっていうか、ぜひ皆さんあの気になったらねチェックしてみてください。なんかボン、あの何でしたっけこれ、投げてる風なんですけど、投げてる風っていうか投げてるんですけど、すごい可愛い衣装でねなってるんで、なんか何のポーズってよく言われて、このポーズ、これは今から投げるぞっていう勢いづけてあのしてるポーズです。ぜひ、初めてのアクリルスタンドなので、ぜひ皆さんあの持っていただけるとね、持ってこう応援していただけると嬉しいです。髪もね短くなって、お腹もなんかちょっと出てますけど、結構可愛いかな。はい、そう、ちもちゃんさん、27日は17、18期生ミックス公演なんですな、なぜかすみいない、わかんないです。わかんない、それは多分スケジュールの都合だと思います。え、ゆうきさん、12月24日の握手会行くんだけど、次の日誕生日なので祝ってもらいたいな。え、クリスマス誕生日なんや、おめでとうございます。祝えますね、ゆうきさん。ローソンおじさんさん、フォローさせてもらいました、ありがとうございます。え、さやかちゃん本当に可愛いです。ちょっと照れます、そんなことやったね。フィジキョンさん、ジュネキちゃんとかすみの公演早く見たい。ぜひぜひ、私も早くしたいですね。ね、18期公演当たらない人多いよねって書いてある。あ、倍率高いんですかね。うん、いいな。あ、大野さん、ああ、とっくの昔に買いました。受注生産なので売り切れないよって書いてます。皆さんぜひ、あの受注生産らしいので皆さん
ぜひぜひあのゲットねしていただけると嬉しいです。そうなんや。ぜひぜひ訳したね。みんな可愛いんですよこれ。みんなポーズねそれぞれ違って、研究生18期とか特に。あ、これ研究生のあのユニフォームなんで、ぜひぜひあの真っ白のやつ、ぜひぜひ。研究生ポーズ見ましょう。ポーズポーズ。あ、来た。なんかアズはちょっとよくわかんないかも。なんか燃えてますね周りが。頑張るぞみたいな感じかな。で、夢見かわいいねこれ。これ夢見かわいいね。なんか私にできるもんなら、あ違う、あなたにできるもんならかかってきなさいみたいな感じのポーズです。でコヒはドリャーみたいな感じです。なんかかわいい感じですねこれ。もう弾で倒しちゃうぞみたいな。でさやちゃんもこれあの炎みたいな、なんか周りについてますね。頑張るぞみたいな。あ、ゆなちゃんシールドだ、かわいい。ゆなちゃんシールドですね、こうやって貼ってます。でゆいちはこれゆいと話したんですけど、なんか右手、あ左手か、左手なんかなくないみたいな話して、そう、私も来たな。ゆいはなんか今から投げるぞみたいな、で私もまあ今から投げるぞみたいな感じで、ひなちゃんはかわいいな。ひなちゃん、ひなちゃんはなんか頑張るぞみたいな感じですね。頑張るぞってか、たあの弾じゃない、あの投げるぞみたいな感じです。これなんて言うんでしたっけ、これボールでしたっけ。かすみんって誰ポジだっけ。橋本恵里子さんですと、あ、そこはもここねさん。全然キモくない、あさ全然キモくないんですよね。カスミンのハードワークスター買いました、カズさんありがとうございます、嬉しい。あ、ね、ニシさん夢見、あ悪者感ありますね。コモさんコヒノは買った覚えがある、ひどいな、それは悲しいな、それは悲しい。てかもうすぐ30分になりそうですね。ハルさん赤舌口に入れた方がいい、ダメですね、食べ物じゃないので気をつけてください。誤ってね飲み込んじゃったりしたら危ないので、あの気をつけてください。お、ユングフラウさん、ゆなちゃんとかすみの通称が何よりも好きなのでこれからもたくさん撮ってください。なんかそれ見たな、なんかツイッターで見たな。ってことでね、もうすぐ8時半になりますので、今日は1時間半かな、してしまってね、ごめんなさい。なんか途中もうキティちゃんが亡くなっちゃったりして、あの心配させてしまったと思うんですけど、全然私あのみんなのおかげでね元気になったので、これから配信終わって探したいと思います。でまた配信するときに、あ、って来てますね、早い、違いますね、はい、また見せるのでまた来てください、ぜひね、みんな来てね。またそのためになくしたんですよ実は。私作詞でしょ、私作詞でしょ、見つかったら見せます、多分見つかるから大丈夫。はい、それではコメント読んでいきます。あ、コメントじゃない、ランキングか、どうやって読むのか、ありました。まあ、13位の方から読んでいきます。
修二さんありがとうございます。なんかこれ寝てる猫さん、猫が好きなのかな。お、広島って書いてますね。ありがとうございます。そして12位にゃんにゃくさんありがとうございます。にゃんにゃん。そして11位ふわじーさんありがとうございます。嬉しいです。そして10位おのぴーさんありがとうございます。みかん。そして、9位ともおさん、ぜひね私のアクストも買っていただけたら嬉しいです。波動待ってます。そして8位かずやさん、ありがとうございます。7位ゆきおさんありがとうございます。6位ハッピーザッピーさん、あ、今日はかすみの夢叶えたいじゃなくなってる、さやかてくどになってますね、ありがとうございます。そして5位おがけんさん、手紙書き終わったので金曜持っていきます。お、待ってます。劇場公演もぜひ応援してくださると嬉しいです。4位ビースタンさんありがとうございます。3位センスイさんありがとうございます。9月の波動もう待ってます。2位クレフさんありがとうございます。そして1位キューちゃんさん、今日はねクマタワーくれてありがとうございました。元気出ました。8月の8日の時かなのあれも書きましたので、ありがとうクマタワーいつもありがとうございます。ハッシュタグも LT もちゃんとしっかり読んでますって書いてますね。え、クマなんかねキモくなっちゃった。これは蜂蜜です。喉が悪いって言ったので、そうやってねお話し会9月18日残りわずかっていうことでね、ありがとうございます。皆さんのおかげで残りわずかが出たと思う、本当に思ってるので、本当にファンの方からね聞いた時は本当に嬉しかったです。ありがとうございます。これに書いてたんですよ、これ11月18日残りますか、ありがとう、うる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 書いてる。で、あ、これちょっと、あ、まあいいや。握手会10月28日6部はメイド服するので、ぜひぜひ来てください。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様って書いてる。11月18日残りわずか、目指せ完売って書いてる。そう、頑張ってね完売できたらいいなって思ってるんですけど、はい、他のね分もねぜひぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。で、そして12月24日6部サンドさん、リンリンリンメリクリーって書いてますね。私のサイリウムカラーの日赤と緑でね、サイリウムカラー この日はねみんなが来てくれないと私クリスマスイブ予定ない人になっちゃうので悲しいので、それはぜひみんな来てね。そしてオンラインは10月10日の3部ですね。ちょっと大人めのウサギになりますって書いてます。ちょっとなんかウサギって可愛いみたいな甘いイメージあると思うんですけど、ちょっと今回私は他の部が他の部っていうか他の日が結構可愛い甘々な服が多くて、なのでなんかちょっと大人系にしようかなって考えてます。もう服もね買ってワクワクでね準備してるので、あ、ここ書いてる、一度来てくださったら何としてでも覚えます、自他ともに認める記憶力いいマンのかすみちゃんですって書いてますね。ぜひぜひみんな来てね。心霊写真みたい。はい、本当にね11月18、あ、見てこれ握手、ちょっと変になっちゃった、私実は絵下手なんですよ。はい、悲しい。あ、ウサギちゃんもでも可愛いです。はい、じゃあ皆さん本当に11月18日ありがとうございました。あ、かすみちゃんでしょ、可愛いってきてる、ありがとうございます。はいはい、ってことでね、ちょっと悲しいね、はい、しまちゃん楽しかった本当に今日。はい、ありがとうございました皆さん、ゆっくり休んで
あの明日も一緒に頑張りましょう。あのいい夢も見てくださいね。じゃあね、足見つけてね、了解、バイバーイ。ありがとう、のどぶ大事に来て、おつでした、ありがとう、バイバーイ。かわいいって来てる、ありがとう。